シャス、ナガです。今回はケース銃を使ってチームデスマッチやっていこうと思います。さあ、このチームデスマッチ。あ、一つね、強くなる方法ね、皆さん、誰もできる。強くなる方法を教えしましょう。で、今、ちょっと今から、今自身がダメな状態なんですけど、もしね、強くなりたい方は、これをするとなんとなんと、実力が上がっちゃうんですよ。かなりの確率で。さあ、強くなる方法とは一体何でしょうか。説明したいのになかなか死ねないな。死にたいんだがな。来ないかな。せっかく強くなる方法があるのにな。あんなすごい強くなる方法があるっていうのに、誰でも簡単にできるあの強い方法を教えたいのに死ねないな。UAV awaiting orders。あぶねえ、多分あっちで飛行すると。お、カウントル UAV inbound。こんばんは。サドークあーなんだよこれ、敵意味わかんねえとか言うじゃないですか。今の何なんだよみたいな、あの死んだ時に多分言っちゃうと思うんですよ。こうねやっててこうバーってやってて敵にねこうところかねなんか自分の方が当たっちゃうって当たっちゃうって違うんだ。当たっちゃって。違う。そこ。ああ、そう。なんで今の何なんだよ。うわあ、これハンドガン、うわ、ゴーストじゃんとか言ってる人いるじゃないですか。そう。そのね、無駄口を一つでも減らすとね、これ強くなれるんですよ。これ、意外とね、多分パーティー組んでる時とか、多分ね、スカイプとかやりながらだったら、普通にね、うわ、今のなんだよとか、うわ、マジかみたいな、そういうなんかリアクションを取っちゃったりとか、言い訳じゃないんですけど、死んだ時になんかね、一言漏らしちゃう。それをね、なくす。むしろ、試合中一言も喋らなかったら、強くなりますよ。だいぶ変わります。集中力が全然変わってくるんで、僕みたいにこんなベラベラ喋ってたら、集中力がね、落ちちゃうんですよ。まあ別に僕はこれ別にもう慣れたんでいいんですけど、多分ね、例えばドミネーションとかやってる人とかだったら、敵に押し込まれたら、うわーこれもう無理でしょみたいなことをさ言うわけですよ。もう僕のね友達もよく言いますよ。あーもうこれ無理とかね、そういうのを言わずに黙々とやる。難しいことかもしれないけど、それができたらかなり変わります。というか冷静になることってかなり重要なんですよね。自分の言葉でどんどん焦っちゃう気持ちがどんどんね、そういう風なねことをねしちゃいけないんですね。かなり本当変わるんでね、もしよかったら人もずっと無言でやってみてください。たとえね友達とやってても負けそうになったら、まあ確かにサーチとかだったらどこどこに何々がいるっていう風なあれはいいんですけど、そういうスタイルがいいんですよ。情報を伝える情報とかそういうの関係なしに、ただうわやられたとかそういうねどうでもいいこと言うんだったら喋らない方が集中力も増して相手をねズバズバ冷静に対処できますから、そのね基本なんですよ。喋らずにもう無言でプレイする、その基本がね、たまにね僕もねパーティー組んだ時にねできてなかったりすることが昔あったんですよ。それに気づくまではですね、それに気づいてからはもう僕無言でやってます。もうやられまくってたらもう何回リスキルされても無言です。無言ない、オッケー。そんな感じでやるとね本当に変わりますから、これは本当にね僕が経験してた奇跡だ中でなかなかね実践してって言った経験はないんですよ。まあさすがにねこうねちょっとお前いいから無言でやれよみたいなそれだからみたいな本当は言えないんで、もしね皆さんでよかったらこれを試してみてください。はい、今回は少しね上達と言いますかね、冷静になってコールオブデューティをゲーム、まあコールオブデューティをやってみようという感じでした。皆さんもぜひね無言でプレイやってみてください。はい、ピンチな時ほど役に立ちますよ。それでは次回も
かかってこーい。